気象庁は先ほど県内に出していた大雨特別警報をすべて解除しました。村上市に内田キャスターがいます。内田さん。はい、私は今一時大雨特別警報が出されていた村上市の荒川地区にいます。ご覧いただきますようにですね、清流荒川が昨夜からの大雨でこのように濁流茶色く濁っています。夜が明け、被害の状況が少しずつ明らかになってきました。今朝までの24時間降水量は関川村下関で560ミリ、村上市高根で410ミリと、いずれも観測史上最大を観測。上空からは被害の様子が確認できます。気象庁は先ほど県内に出していた大雨特別警報をすべて解除しました。ただこれまでの雨で地盤が緩んでいるところがあり、引き続き厳重な警戒が必要です。